平野神社。平野神社は、京都府京都市北区平野宮本町にある神社。式内社、名神大社で、22社、上7社の1社。旧社格は、官兵大社で、現在は、神社本庁の別表神社。神門は、桜。京都市北部、平安兄弟代理、平安宮から、北方の平野の地に鎮座する神社である。 平安系遷都頃まで創建が遡るとされる神社で近年の研究によると元々は寒武天皇聖母の高野新浅の祖神、寒武天皇外戚神として平城系に祀られた神誌であったがそれが平安系遷都に伴って大大理近くに移し祀られたことに始まると推測されている古代には皇太子死後の性格を持ち平安時代には霊祭 平野祭において皇太子自らにより、法兵が行われた。また、多くの親戚皇家氏族から、氏神として歴史的に数敬された神社としても知られる。現在の本殿は四殿二棟からなり、いずれも平野造りとも称される、独特の形式の造りで、国の重要文化財に指定されている。その他に、拝殿、中門、南門、拙者剣神社は、 京都府から文化財指定、登録を受けている。境内は桜の名所として知られ、夜桜の様子は平野の夜桜と称されることで知られる。現在の祭神は次の夜柱。一番北の第一殿から順に一殿一柱ずつ祀られている。平野神社の祭神について、縁起式神明帳では、平野祭神四社として、四座からなる旨が記載されている。 国史によれば、それら四座の神々は、今木神、旧都神、古海神、古籍神、姫神という独特な神々である。これらのうち今木神が、主神になる。上岸式、本朝月領書院によれば、平野社の祭神は当初は、今木神、旧都神、古海神の三神であったが、後に愛との二姫神が加えられ四神になったという。平野神の故障自体は、もともとは、 主神の今木神のみを指す意味であったが、後に祭神四神の総称としての使用にも変化している。祭神は古代には皇太子子語の性格を持ったほか、源氏、平氏、高品氏、大江氏のほか中原氏、清原氏,原氏、菅原氏、秋氏の白から氏神として数形されており、八世の祖神と称されたという。祭神の元々の神格、由来に関しては、 古来諸説があり、大別すると寒武天皇聖母の高野新潟の祖神と、する説、かまど神とする説、今木、九度、古海、姫神をそれぞれ源氏、平氏、高品氏、大江氏の祖とする説がある。詳細は、高小説を参照。祭人の内出身の今木神は、もともとは高野新潟、寒武天皇聖母の宗神として、山戸国において祀られた神と見られ、 延暦元年、七百八十二年時点では、平城系の田村高級で祀られていたことが知られる。漢武天皇による平安系戦都に伴って、この今木神が大々利近くに移し祀られたのが、平野神社の創建になるとされる、その他の革新の経緯については、交小説を参照。平野神社の創建について、一大洋記では、延暦十三年、九十四年、 初心期では延暦4年、785年、後継次第では、延暦年中、本朝月漁では、延暦年中、イロハーザル衣装では、延暦年中と記載する。公式の文献としては、上岸14年、872年の大乗官府では、延暦年中の創建の記載が、ついで延暦20年、801年の官府では、平野祭りの記載があり、 やはり延暦頃の鎮座が確認される。いずれにしても、一般的には、平安京遷とから遠くない時期に創建されたものと考えられている。国史では、田村高級の今木神が、延暦元年、782年24以上の深海を奉助された記事が初見で、平安京遷と以後革新への深海、奉助の記事が散見される。 深海は八百三十年代から急速に上昇し、最終的な深海として、上岸五年、八百六十三年に九度、古海神は小蔵くらい、姫神は十四以上に上り、上岸六年、八百六十四年に今木神は小一くらいの極位に達した。以上の記事のうちでは、平野社を平野神宮とする表現も見られる。また、新昇格直府省大道元年、 806年、蝶には平野十個として、同年における神風の存在が記されている。延長五年、927年成立の演技式新名蝶では、山城国くずの群に、平野祭人四社並み名神大月寺二名目として、名神大社に列するとともに、月寺祭、二名目祭りで平白に預かった旨が記載されている。22社中式によれば、 平安時代中期には22社の一つとして、上7社の5番目に列している。この時期には、平野神社の例祭である、平野祭では、皇太子からの砲兵を受けるという特別な位置図に置かれたほか、臨時祭に際しても直祭に預かっていた。平野神社は古くは、平氏、源氏、高階氏、清原氏、中原氏、大江氏、菅原氏、秋篠氏,秋篠氏といった。 親戚高家氏族、恥師系氏族から、氏神として数形され、兵士とは特に強い結びつきにあったという。その後天元四年、981年には、遠友天皇の行行があり、以後も天皇の行行がたびたび行われた。なおこの遠友天皇行行の記事によると、平野社の神宮寺としては、背昔小寺があったという。中世以降は後廃したが、 近世に入り、官営年間、1624年から1644年には、西の東院寺喜びによって再興が図られ、現在の本殿が造営された。近世の車両は百国であった。明治維新後、明治4年、1871年5月に、近代社格制度において、官邸大社に列した。戦後は、神社本庁の別表神社に列している。 現在の本殿は、肥浴かす造作りとも、平野造作りとも称される、独特の形式であるが、この形式は、寛永年間、1624年から1644年の再建以来になる。文書、絵図から推定されるかつての形式は次の通り。本殿は四殿二棟からなり、江戸時代前期の寛永年間、1624年から1644年。 の西の東陰寺喜びによる再建である。うち、第一、第二殿は、官営三年、1626年の造営で、第三、第四殿は、官営九年、1632年の造営。春日造り日和田武器の四殿はいずれも東表し、それぞれ今紀神、第一殿、九度神、第二殿、古海神、第三殿、姫神、第四殿が祀られている。 第一殿と、第二殿、第三殿と第四殿はそれぞれ空殿を挟んで、連結する形式をとっており、この平野神社独特の形式は、肥憶かすが作り、または、社名から、平野作りと称される。これら本殿二棟は、国の重要文化財に指定されている。また、本殿二棟に並んで南側には、摂社賢神社一棟が鎮座し、これら本殿、賢神社三棟は、 玉垣で囲まれ、祝死者、注文を共有する。その注文は借記によると、女王二年、1653年頃の造営で、1937年、昭和十二年に改造を受けている。桁行島、両光一館、東派府作りで、屋根は日はだぶき、東役遺門の後方に、後世の改造で、柱間三間分が追加された形式になる。この注文の左右には、 回廊が接続している。これらの社殿のうち、県神社、注文は、京都府登録文化財に登録されている。注文前に建てられている拝殿は、社記によると、江戸時代前期の慶安三年、1650年に、東福門院、徳川和子によって寄進されたものといい、次期木の拝殿の故障で知られる。桁雪二軒、両孝一館、入りもや作りで、屋根は日はだぶき。 四方を吹き放す、前戸の形式である。廃殿内部に飾られた、三十六火星絵は、平松寺領の寄進で、漢文年間、六百六十一年から六百七十二年、関白、この絵元広の書、海北遊行きの画である。この廃殿は、京都府指定文化財に指定されている。二千十八年、平成三十年には、台風、第十一号で、 すべての柱が折れて倒壊する被害に遭っている。また難問は、社記によると、慶安四年、1651年に、御所の旧門を貸視されたものという。同年の一区以上有する門としては、仁那寺本望表門が知られるが、同門と由来が同じとすると、平野神社難問も元は、元那五年、1619年頃に、代理の女房お里御殿の門として建てられたと、推測される。 形式は、薬井門、霧妻造りで、屋根は、三河瓦ぶき。太い木割りの雄大な衣装である。この門は古くは、現在の大鳥居の位置、境内東側にあったが、1943年、昭和18年に難門として移築されたといい、現在は、京都府指定文化財に指定されている。その他、境内に広がる桜園は、花山天皇が、神奈元年、 985年に手植えして、以来の桜の名所とされ、江戸時代には平野の夜桜として知られた。現在も春には桜祭りが行われる。平野神社の霊祭は、古来、平野祭、平野の祭りとして知られる。祭りは古くは一年に二度、4月と11月の上の、サルビに行われたといい、演技式では彰子とする。祭りは、 皇太子が奉兵する決まりであり、皇太子が初神王、将を率いて参詣して、のり刀を、僧上、ついで特に久し渡人、古海神の前に山、海の幸を献じて、長夜の守護を祈願したという。その様子は、皇家次第に衝述されている。現在では十一月の祭りは、スタで、例祭は四月二日の年一回のみ行われている。また、神奈元年。 985年4月10日には初めて臨時祭が行われたが、この臨時祭も直祭であった。この祭りは現在、桜祭りとして伝わっており、平野社の桜にまつわる花山天皇陵の参詣と、信仰祭を行う。前述のように、平野社の祭神に関しては、古来諸説があり、高野新浅、寒武天皇聖母の祖心とする説、かまど神とする説、今木、 九度、古海、姫神をそれぞれ源氏、平氏、高品氏、大江氏の祖神と祖節等がある。今日の文献では、特に一番目の高の新潟の父方、母方の両祖神、桓武天皇の外籍神とする説が多く取り上げられる。歴史的な経緯を考えると、三番目の内神説は、後世に下ってから否定されたものになる。個々の神々に関する交渉は次の通り、 以上のように、今木神、旧都神、古海神はいずれも都来系の信仰に遠元を持つと考えられているが、平安時代中頃には、皇御家、皇王神とも呼称され皇室の守護神として信仰された。また11世紀末頃から平野神を八世の祖神とする信仰も見られるようになり、22社中式には、と記されている。これらのうち中原氏自体の成立が、人治元年、 八百五十一年であるため、伝承はそれ以降の成立になる。加えて、演技式で、平野斎参加氏族として挙げられていたはずの和氏が、含まれてないことから、和氏没落後の十一世紀頃の概念とされる。以上のうち源氏、平氏、高品氏、中原氏は、公別であることに、大江氏、菅原氏、秋篠氏は、高野新ヶ母方の恥氏系であることに由来する、とられている。 所在地、交通アクセス、周辺、駐車区限定出店、書籍、サイト。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。